黒島結菜がヒロインを務める連続テレビ小説、ちむどんどん、NHK 総合毎週月曜から土曜8時ほか、の第21週、君と僕の稲むぐち、第102回、が30日に放送され、吉和、山地和弘、がさとし、前田豪樹、に恋のアドバイスをする姿が書かれると、ネット上には、名言、説得力がある、などの声が集まった。幼馴染みの友からネックレスをプレゼントされた歌子、上白石萌歌は、嬉しい反面、彼の真意がわからず困惑していた。さとしが信子、黒島、に未だ思いを寄せていると信じて疑わない歌子が自己嫌悪に陥っていると、姉の長子、川口春奈は、みんな知ってるよ。歌子がデイジ優しいこと、と優しく慰める。一方、ヤンバルの共同売店には、責任者の吉和と知の姿が。友は東京、原宿でネックレスを見つけて、歌子に似合うと思って高価だったが購入したことを打ち明ける。これに吉和は酒を飲みながら、惚れてるねい、歌子に、とからかう。吉和は知のグラスに酒を注ぎながら、自分の気持ちに正直になれ、とぽつり。ある、しかし友は、信子に振られて、妹の歌子に好意を寄せている自分について、デイジかっこ悪い、と言い放つ。そんな友に吉和は、かっこ悪くていいわけよ、と返すと、男はなあ、人を好きになるとかっこ悪くなる、とつぶやくのだった。この言葉に、さとしが思わず、待って、顔に似合わないこと言わないでください、と応じると、ネット上には、吉和さん名言、いいこと言うじゃないか、かっこいいな、恋愛脳で可愛い、といった投稿が続出。ある、また吉和がかつて信子の母、優子、仲間幸恵、に振られたことから、吉和さんが言うと説得力がある、それは自分の心情なのでは、経験からの言葉。深い W、などのツッコミも寄せられていた。